最初はトラックの運転とか、配達っていう、言葉の枠組みだけで捉えちゃうと大丈夫かなって心配もする人が多いかと思うんですけど、相談できる環境、相談しやすい環境だなとも感じますし、繰り返していくうちにちょっとずつ体が慣れていったなっていう感覚もあるので、大丈夫かなって心配の方もいらっしゃると思うんですけど、大丈夫ですよっていうのは私としては感じてます。